今回は逃げ上手の若君、第10話に対するリアタイ民の反応を紹介していきます。村の防衛で亡くなった武士の葬儀か。成仏してくれメンス。大将が向き合わなきゃならないことだからな。時行様、お手手冷たそう。お手手の先が赤くなって可愛いね。なんか木材を3本同時に運んでいる女児がいるな。あやちゃん元気でいい？泣いてる。キッズに救いがあってよかった。しずくさんの後ろ姿もいい。諏訪大社って財力と国高めっちゃあるんだな。みん？みえん？みえん？信仰の基本だね。なぬ、そこで照れ顔。頼られて嬉しいんだね。今回の話も面白そう。というわけで今回は史実だけではない本作の醍醐味、新力のお話。生まれ持った新力って言ってたのに源泉あるのおもろい。まだスランプ治ってないのか。未来が見えないと不安になるけどくっきり見えると怖くなる。提供うなぎ？提供なんだこれ。かわいい。うなぎ？国産うなぎ？天竜川というローカルワード。天竜川って昔から天竜川だったんだな。食べたくなって。嘘が下手だな若様。若様は逃げ上手でも嘘はつくの下手。ウィスパーか。下水笑い。うえへいへい。ただうなぎ食いたいだけじゃ。美味しそう。経験則なのね。シンプルに高級品で元気取り戻してるやつでは。うまいぞ。食べ物系のアニメでしたっけ。この人焼肉でも新力取り戻しそう。戻らねえのかよ。ただうなぎ食っただけじゃねえか。ただ美味しいもの食いたいだけじゃん。こいつどこだ。吹雪草。巫女かわいい。巫女たち好き。匂いを嫌がってる若様かわいい。よりしげ様のぷくぷくほっぺ。精のつくものばっかり。これ時行様パシってるだけだろ。いつぞやの接待赤犬。一瞬犬食うのかと思った。時行キュンの巫女装束だと。若様が着るの？縄と巫女装束？ちら。不審者ムーブ。みんな戸惑ってるやん。これは若様の変な噂が飛び交うオチと見た。若様が着るんじゃないのか。等身大わら人形初めて見た。見てた。絶対誤解されてておもろい。森高殿が泣いてるぞ。できたか？どうなのそれ。自分が着ればいいのに。どんどん誤解が。若様不憫すぎるやろ。くさ。時行くんに変な噂が出来上がってしまった。これはひどい。時行様の変態扱い。確かに性癖はやばいが。若、嘘だよな。あや子がちびきしてる。忠誠心がすり減る音。ど変態爆風は嫌だろ笑い。目が死んでる時行。極めなくていい？いい子たちだな。変態でも忠義を尽くしてくれるから大丈夫。若が消えていった。呼び捨て。ぶち切れよりしげ呼び好き。よくねえよ。伸びてて草。面白すぎるわらわら。今度こそ本当だね。やっぱり食べたかっただけじゃねえか。巫女は何だったんだよ。何の光？キラキラしてる。キラキラ。シャラーン。何かいるぞ。しずく様何やってんだ。萌えの前だ。しずくちゃんが新力の使い手というのか。しずく、やっぱり新規の巫女なのか。なんだかんだでしずくが一番不思議な子だな。しずくかわいすぎるっぴ。なんか突然画質良くなった。こんなギリギリのところで待ってたんだ。水の上歩いてない。水面を歩いている。まぶた接吻。デコ中だ。え、何そのプレイ。金ピカ。立派な真珠がいっぱい。ガチな異能使いなのか。照れてるのかわいいね。翼ある蛇までいる。力化してくれねえのかよ。力化さずに見守るだけか。転入とかあるの。ボタン馴染んでる。黒曜石で串刺しになったやつか。神様になったんやね。九尾の狐が。いや九尾はダメだろ。そんなオカルトが真面目に公文書に書かれてたとは。いやよりしげ。もろバレで草。イニシャル出さなくてもバレバレだぞ。神風伝説が出てきたのもそういう手柄主張のせいもあるようですね。神社寺院どころか天皇上皇も祈りまくったのが原稿。褒美が出るからみんなして適当言ってただけですよね。諏訪だけでなく、八幡宮も原稿でアピールしてます。まあ政治って生徒書いてお祭りことが起源なので。神仏が大きな力を持っていた時代。聖水出来上がったぞ。何それめっちゃ高値で売れそうなお水になったやん。しずくちゃんが直接チューしてあげればいいのでは？バイバイ。しずくが何者か深まるなぞ。
こんなミコミコしたミコさんな女の子、久しぶりに見たわ。病気治癒の祈祷とかやってるものな。奇跡ってあるんだよってことをね、教えたかったんだよ。でも可愛ければどうでもよくないですか若様。おめえかよ。お前の絵にも宿るんかーい。高氏も見えてるのか。こちらは足利サイドか。ただよしついに名前が出た。足利の弟こそ大河にしてほしい。現実とファンタジーの境目な感じでいいなぁ。ウサギとカメかわいい。ボタンいるのほんと好き。もののけ姫より少し古い時代。しずくちゃん、レベル上げしたら大化けしそうやな。しずくちゃん口づけするの初めてだったのかなぁ。SY 氏って誰だ。高氏様かわいい。とてもあの狂気を宿した足利高氏とは思えん声。ただよしのことを愛しすぎてる。兄弟仲いいことはいいことだ。イケボな弟だ。ええ声にも程があるだろ。こう見ると、人懐っこい感じで可愛いのに。そんな時代もあったのか。もとして、暗号の意味なくて草。勘とは？未来史レベルの勘。よりしげと同じ力？ブルーしか何かですか？脳内コンピュータやな。勘が鬼のように鋭い。勘すごすぎ。おぼろげ24って数字出てきたんだろうな。何その力の一号技の二号みたいなの。足利高氏忠義兄弟、最強じゃん。兄弟仲、良くない方が時行き的にはいいけども。乱世で成人で兄弟仲いいとかけうだな。普通ならいがみ合うよな。怪しい手招き。忠義がため息ついてる。ほんまに、仲がいいのか？兄の方が少年のような無邪気さがあってより不気味だな。入るのをやめた。何？どうした？え、その部屋やばいの？何を感じ取ったのか。笑顔が不気味だな。もう一挙手一投足が怖いこの人。やばさを察した。弟はそっちの世界に踏み込まない賢さを持っていると。兄弟だけどこれは分かり合えない。ただよしは義理人間なんだな。恐怖アートでした。絵心あるな。やっぱなんかに乗っ取られてる系なのかな。あと一年。こんなちびっこがヤバと戦うんだな。心力一気のみ。つかしずくの力があれば普通に復活できたんかい。どんだけー。一瞬変身シーンみたいな演出でビビった。こっちはのんきやねー。現代ジャパン渋谷。渋谷をジャック。監視社会の成立。めっちゃ歴史と社会語ってる。考えさせられる言葉だねー。諏訪湖にひびが入る。あれ髪が歩かれた。お見渡りだ。お見渡りってよりしげがやってたのか。こいつ何気にすげーな。お見渡りも自然現象として原理が解明された。諏訪湖の大渡り見てみたいけどなぁ。難しそう。お見渡りも温暖化で見られなくなってるんだよねー。今はもう全面結氷することすら。見えないところに何かあると思わせるのが信仰の源なのさ。自然現象は科学で解き明かせちゃうからね。現代ってナンセンス。ああ、そういうことなんだ。科学が発達するほど神秘が失われていく。これはこれで悲しい時代の流れだ。眩し。五光で顔が見えん。ブレイバーンみたいな五光の出し方すんな。ここ答えないではぐらかしてるよね。雪玉が当たった。当たるのすごいな。雪遊びかえなあ。いいなここ。いい親子に見える。ん？みんな目が死んでる。ゴミを見る目の長者党。森高殿泣いてるじゃん。森高心力集まっちゃうんかよ。よりしげの趣味になってしまった。ちゃんとケツを吹かせる時行きキュン。よし、時行様の疑いは晴れたな。原作よりプレイの難易度上がっとるやないかい。ど変態はこいつだったか。終わった。オチがひでえ。あのミコカカシ、ケツ縛器用にちゃんと改造したんだ。外で SM はハードル高いな。まあ、性癖は人それぞれだし。ひどいオチだったけど若の疑いが晴れたからいっか。人と不思議が共存していた最後の時代、南北朝時代。変態も共存した時代なんやな。戦艦機の箸休め会と見せかけて伏線張りまくってない？予知しの回復コメディから、不気味で強大な足利兄弟、雫と頼重、諏訪大社の神力。時の流れとか面白さと綺麗さとドキッと感がいい。雫は実の娘だとばかり思ってたけど、なんか違うっぽい。今回も超面白かったなぁ。見えない力が使える最後の時代の下りが興味深かった。神殿の友人伝説とかこの辺まであるよな。最後のお見渡りは確か2018年くらいだったよな。お見渡り一度は見てみたい。新作ぼっちぼろまる。
どこかの高校か鎌倉スタイル。いざ。気になるタイトル。うなぎがうな重になった。うな重食べたくなってしまう。原作よりよりしげのプレイがひどくなってるの好き。時行きよりしげ殿も、いつか消えてなくなるのですか？史実を知ってると色々と胸にくるよねこのセリフ。今回はここまでです。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。では次回もお楽しみに。